ジェナルイーズ・コールマンは、ブラックプール出身のイギリスの女優である、トロイカ・タレントに所属している。テレビドラマシリーズ、ドクター・フーでは、クララ・オズワルドを演じた。カレン・コールマンとケース・コールマンの間に生まれ、兄に、ベン・コールマンを持つ、インデペンデントスクールである、アーノルド学校に入学する。その学校にてジェナは、ヤースペースという劇団を作り、エディンバラフェスティバルにて、劇。 クリスタルクリアーで優勝。2015年のラジオタイムズでは、ジェナの名前は祖母から名付けられたことが明かされる。19歳で ITV のドラマ、エマーデールに出演しデビュー。ルームアットザトップなどにも出演した後、多くの仕事をあるため3ヶ月間ロサンゼルスで暮らした。2015年のコミコンにて、キャプテンアメリカ、ザ・ファースト・アベンジャーや、 タイタニックに出演した後、BBC のテレビドラマ、ドクター、フーのクララ・オズワルドを演じる。コールマンは、ドクターフーのクララ役のオーディションを受ける前に、リバーソングの再生する前のメルスのオーディションを受けていた。11代目ドクターであるマット・スミスとのコンビが話題となり、一躍有名となった。シーズン8の終了と共に降板すると噂され、ツイッターでも話題となったが、 シーズン9のエピソード、ヘルベントまで続投した。その後、若き日のビクトリア女王を描いた ITV の、テレビドラマ、女王ビクトリア愛に生きるにて主演を務める。httpww.biography.com、people <主>、ジェンナルイーズ・コールマン -21132829。21ありがとうございます。